戻ってんのよ。麹屋さんね、うん、あの必ず緊張ルとか、ハエカカカのエース、うん、腰からぶら下げて、うん、あの施工やった後はね、いいですか、これ気を見ててよ、よーく、うん、これやろう。横から見てると飛ぶ泡の気泡が、うん、飛ぶ泡の気泡が上に上がってくる気泡が潰れるん、うん、ね、なんで、だからこのエアゾールの粒で気泡消してるん、横から見といて、うん、消えてるの分かるよ、上から見といてもね、今上に上がってきた気泡、そっちのケツの方ほとんど消えちゃったでしょ、うん、消えた。シャッター閉めようか、風が邪魔だな、うん、いいっすか、横から見ててね、ちょっと臭いけどやりますよ、はい、あとこれもう一個確かに、うん、これなんでなの、これ葉剤がさ、少し含まれてるんですよ、それとこの葉剤が泡に当たった瞬間に、うん、なんていうの、泡消しになるんです、これ普通塗ってる面でも大丈夫なの、そういうこと、だから FRP、 綺麗な FRP 作ろうと思ったら、うん、やりながら FRP 巻いて、これ緊張力がいいの、緊張力が一番泡のなんていうの、消しの粒子の量、うん、つったら一番やっぱ正確、どう、泡、うん、消えたね、見た目に分かんない、うん、で緊張力の場合はいくらある程度の量をかけても、うん、硬化層が起こすことはない、ほとんどこの角が入んねんな、うん、流し込んでみ、角からな、はい、よいしょ、いつか。そんで、エアゾール行って。よーく見ててよ。すごいでしょ、真ん中に消え方が。消えてる。だから、気温が上がってきたら、上がってきた瞬間かけてやればいいと思う、ね。なんか代用意してよ、テストピース作れるようにして。はい。どのくらい量あるんだと、あと、あ、うん、もうちょっとですね、20くらいですかね、そうだったらそれ塗ってみればいいじゃん、現場行って固まんねえ、これもう、あったまってって、あー、じゃあやばいぐらいだからちょうど粘度が高くなってるでしょ、紙コップの裏にビニール引いてその丸い板作れ、はい、そんなになったら浅かった、全然違うよね、やっぱね、うん、
戻ってんだよ、はい、麹屋さんね、うん、あの必ず緊張ルとかハエカカカのエース、うん、腰からぶら下げて、うん、あの施工やった後はね、いいですかこれ気を見ててよ、よーく、うん、これやろう、横から見てると飛ぶ泡の気泡が、うん、飛ぶ泡の気泡が上に上がってくる気泡が潰れるん、うん、ね、なんでだからこのエアゾールの粒で粒で気泡消してるん、横から見といて、うん、消えてるの分かるよ、上から見ると分かるね、今上に上がってきた気泡、そっちのそっちのおケツの方ほとんど消えちゃったでしょ、うん、消えた、シャッター閉めようか、カチャカチャもだな、うん、いいっすか横から見ててね、ちょっと臭いけどやりますよ。はい。あとこれもう一個確かに。これなんでなの？これ葉剤がさ、少し含まれてるんですよ。それとこの葉剤が泡に当たった瞬間に、うん、なんていうの、泡消しになるんです。これ普通塗ってる面でも大丈夫なの？そういうこと。だから FRP、 綺麗な FRP 作ろうと思ったら、うん、やりながら FRP 巻いて、これ緊張力がいいの、緊張力が一番泡のなんていうの、消しの粒子の量、うん、つったら一番やっぱ正確、どう泡、うん、消えたね、見た目に分かんない、うん、で緊張力の場合はいくらある程度の量をかけても、うん、硬化層が起こすことはない、ほとんどこのカバンが入んねんだな、うん、流し込んでみ、角からな、はい、よいしょ、いつか。そんで、エアゾール行って。よーく見ててよ。すごいでしょ？真ん中に消え方が。消えてる。だから、気温が上がってきたら、上がってきた瞬間かけてやればいいと思う、ね。星水、なんか代用意してよ。テストピース作れるようにして。はい。どのくらい量あるんだと？あと、もうちょっとですね、20くらいですかね、そうだったらそれ塗ってみればいいじゃん、現場行って固まんねえ、これもう温まってって、ああ、じゃあやばいぐらいだからちょうど粘度が高くなってるでしょ、紙コップの裏にビニール引いてその丸い板作れ、はい、そんなになったら浅かった、全然違うよね、やっぱね、うん、
残ってんだよ。はい、麹屋さんね、うん、あの必ず緊張ルとかハエカカカのエース、うん、腰からぶら下げて、うん、あの施工やった後はね、いいですか？これ気を見ててよ、よーく、うん、これやろう。横から見てると飛ぶ泡の気泡が、うん、飛ぶ泡の気泡が上に上がってくる気泡が潰れるん、うん、ね、なんでだからこのエアゾールの粒で粒で気泡消してるん、横から見といて、うん、消えてるの分かる、上から見ると思うね。今上に上がってきた気泡、そっちのそっちのおケツの方ほとんど消えちゃったでしょ、うん、消えた。シャッター閉めようか、カチャカチャもだな、うん、いいっすか、横から見ててね。ちょっと臭いけどやりますよ。はい。あとこれもう一個確かに。これなんでなの？これ溶剤がさ、少し含まれてるんですよ。それとこの溶剤が泡に当たった瞬間に、うん、なんていうの、泡消しになるんです。これ普通塗ってる面でも大丈夫なの？そういうこと。だから FRP、 綺麗な FRP 作ろうと思ったら、うん、やりながら FRP 巻いて、これ緊張力がいいの、緊張力が一番泡のなんていうの、消しの粒子の量、うん、つったら一番やっぱ正確、どう、泡、うん、消えたね、見た目に分かんない、うん、で緊張力の場合はいくらある程度の量をかけても、うん、硬化層が起こすことはない。ほとんどこのカバン入んねんだな、うん、流し込んでみ、角からな、はい、よいしょ、いつか。そんで、エアゾール行って。よーく見ててよ。すごいでしょ、真ん中に消え方が。消えてる。だから、気温が上がってきたら、上がってきた瞬間かけてやればいいと思う、ね。なんか台用意してよ、テストピース作れるようにして。はい。どのくらい量あるんだと？あと、もうちょっとですね。20くらいですかね。そうだったらそれ塗ってみればいいじゃん、現場行って。固まんねえ、これ。もう、温まってって。ああ、じゃあ、やばいぐらいだから、ちょうど粘度が高くなってるでしょ。紙コップの裏にビニールひいて、その丸い板作れ。はい。そんなにあったら浅かった、全然違うよね、やっぱね。